ハリドワール、ハリキパイリーの目浴場ユダヤ教、手を洗うための銀イウドのための目浴施設ウドのための蛇口浸透における、みそぎ、滝行目浴は、体を水で洗い清めること。宗教的な儀式を指すことが多い。乳児の体を洗うことも含まれる。ここでは、宗教的な儀式について、主に説明する。風呂に入る行為全般に関しては、 入浴を参照。僕は水を頭から浴びること、欲は水に体をつけることを意味する。水や湯を用いることが一般的である。それ以外にも、煙、火、香料などにより穢れを落とすことも目浴に含める。多くの宗教で奨励されている、参拝、礼拝の前に手や足、顔、口など体の一部を水で洗う行為も、目浴の一種である。 記録に残る最も古い目欲の習俗は古代イギリシャのエレウシスで行われていた神秘と呼ばれる神秘主義者たちによる海での浄化の儀式である。キリスト教では洗礼、日本の神道では定と呼ぶなど宗教ごとに呼び名は異なるが清めによって生徒族との分離を図るということは共通している。目欲を行うことの宗教上の意義は主に以下の三つが挙げられる。 ヒンドゥー教では、沐浴を行うことで、罪を流し、苦毒を増すと信じられている。ヒンドゥー教徒の多くは、1日の始まりに、寺院の貯水池や川で沐浴を行う。あるいは毎日仕事を終えた後1時間ほど時間をかけて、全身を洗い清める。多くの聖地が集積するガンジス川での沐浴の、光景は特に有名で、ベナレスがその中心地。 12年に一度、インドのイラーハーバードなどでクンブメイラと呼ばれる、最大の祭典が55日間行われる。近年では2013年に行われた。全身を水に浸し清めることは、ダビラという。手を水で清めることは、ネティラットやデイムという。EN、リチュアルオーシングインジュデイザムも参照洗例として知られる。イエス自身も、ヨルダン川で、ヨハネと呼ぶ。 男女を問わず生液の出た後、出産後、巡礼の衣を着用する前などに行うことが義務付けられている。グスルのやり方は、その方法がイスラムの法典により細かく定められている。日本の神道には、滝や川で汚れを払うみそぎがある。神社の境内にある、長寿舎で行う、手洗いや口すすぎもみそぎ、目の一種と考えられる。 日本に仏教が伝来すると各地に寺が建立され、寺には木浴の施設として、温度や浴度が建築され、僧侶自身は、もちろんのこと、貧しい人々や病人、囚人らを対象として、浴室を開放して、入浴を施す、性欲などが行われた。次第に、仏教の温浴が、宗教上の木浴から切り離され俗化されて、入浴という風習にもつながった。 再開目浴11世紀には海水での目浴と思われる、四方湯網という言葉が書物に現れる。関西には旧暦6月14日に住吉大社前にあった長瀬浦の海水を浴びると無病息災で過ごせるという信仰が江戸時代にあり、夏の風物詩として人々が海水に浸かる様子が説明書図へなどに描かれた。住吉の泥湯と呼ばれ、 明治に入ってからも、住吉大社の御子と御の前後数日の間に、長教の裏に身を浸せば終末が治ると信じられ、一日に何百人という老若男女が沐浴した。ありがとうございます。